いや寂しいですね。あの幕山のスーパー福松さん、こんなになりました。仕方がないこととはいえね、まあ、いくら残念があっても、じゃあお前が引き継いでスーパーやればいいじゃんみたいなねことになりますんでね、うん、確かに時代の流れとともに仕方がないのかもしれません。ああもうね、閉店してまだ半年ぐらいなんですけども、ここも忘れられていくんでしょうか。寂しいですね。ありがとうございました。